ブルガリア人民共和国。ブルガリア人民共和国は、冷戦期のブルガリアにあった共産主義国家。ブルガリア共産党による一党独裁国家として1946年に成立し、1990年まで存続した。いわゆる東側諸国の一つであり、ソビエト連邦の衛星国である。1989年における一連の東欧革命の流れの中で、 ブルガリアでも民主化要求が高まった結果、共産党は一党独裁の放棄を余儀なくされ、民主化と共に、ブルガリア共和国へと解消された。第二次世界大戦において、ブルガリア王国は、数軸国側であった。戦況は、数軸国に不利であり、1944年9月5日に、ソ連軍がブルガリア国内に侵入すると、ブルガリアは降伏、9月9日に、 クーデターにより連合国側の政権が成立し、対ドイツ戦を遂行した。第二次世界大戦の終結後の1946年、国民投票により王政は廃止され、ブルガリア人民共和国が成立した。首相には、スターリン主義者であるゲオルギ・リミトロフが就任し、1949年7月のリミトロフの島でその体制が続いた。 1949年のディミトロフの突然の死に関して、これは偶発的なものではないとする疑惑があるが、それを裏付ける証拠はない。彼の死は、1948年のスターリンと地頭の断交と地頭のコミンフォルムからの追放後に起こった、地頭主義者狩りとの関連が疑われている。地頭主義者狩りは激化し、副首相のトライチョコストフの処刑へと至った。 首相のバシル・コラーロフは1950年に死去し、代わってブルコ・チェルベンコフが実権を握るようになった。この頃から工業化が加速し環境破壊が進んだ。農業は集団農場化され、農民による反乱は鎮圧された。終戦から1953年のスターリンの死までの間におよそ1万2000人が強制労働収容所で死亡した。 ブルガリア正教会の総主教は修道院に軟禁され、教会は国家の統制を受けた。1950年にはアメリカとの外交関係が断絶した。ギリシャ並びにユーゴスラビアとの領土問題が再燃した。ここに至るまで共産党内におけるチェルベンコフの支持基盤は脆弱であり、その死後者であったスターリンの死後は政権を維持することはできず。 スターリンの死から1年後の1954年3月、ソビエト連邦での新政権の誕生とともに、チェルベンコフは共産党初期の座を追われた。代わって権力を掌握したのはまだ若いとドルジフコフであった。チェルベンコフは1956年4月まで首相の座には止まったものの、その後はアントン・ユゴフにとって変わられた。ブルガリアとソビエト連邦の人民の友好は、 英語不滅、1969年のソビート連邦の切手、ブルガリアの社会主義革命25周年を記念して、トドルジフコフは、ブルガリアをその後33年間にわたって支配した。その間、ジフコフは完全にソビート連邦に忠実な存在であり続けた。ユーゴスラビア並びにギリシャとの関係は修復された。コストフなど、 死導主義者とされた人物に対する裁判を公式に遺憾とした及びその他の非共産系に対する弾圧の犠牲者に関しての謝罪はなされなかった。1956年のポーランド動乱やハンガリー動乱のような民主化を求める暴動はブルガリアでは起こらなかったが、このような騒動が発生しないように映画は制限され、知識、文学の自由への制限を強化した。 首相のユゴフは1962年に退陣し、当初期のジフコフが首相の座も手にすることになった。1971年には新憲法が制定され、ジフコフは自身を国家元首である国家評議会議長とし、スタンコトドロフを首相とした。ジフコフはソビエト連邦で1964年に起こったニキータ・フルシチョフからレオニード・ブレジネフへの政権交代を生き延び、 1968年に起こったチェコスロバキアへの軍事侵攻に加わることによりソビエトへの忠誠を示した。一般的にブルガリアはソビエト連邦の影響下にあった東側諸国の中で最もソビエト連邦に忠実であったと評される。1968年にジフコフはブルガリアがソビエト連邦に加入してその第16番目の構成国となる考えを 非公式に提案したとも言われている。しかしながら、ブレジネフはこの案を受け入れなかった。ジフコフは、スターリン主義的な、暴君ではなかったものの、70歳を迎えた1981年頃から、自由化は終焉を迎え、腐敗や戦争、乱れが大きくなっていった。娘のルドミーラ・ジフコバが死去したのも同じ頃である。このことは、 ブルガリア国内で人口のおよそ10%を占めるトルコ系住民に対する同化政策に特に見て取ることができる。トルコ系住民はトルコ語を話すことを禁じられ、ブルガリア風の生命への解明を強制された。多くのトルコ系住民がトルコへ脱出し、ブルガリアと西側諸国との経済関係は冷却化した。そのような中、1980年代後半には、 ソビート連邦で始まったミハイル・ゴルバチョフによる改革計画やポーランドやハンガリーで始まった東欧革命がブルガリアへも影響を与え始めていた。改革要求に対してブルガリア共産党も指導者ジフコフもこうしきることができなくなっていた。1989年11月、環境問題に関するデモ行動がソフィアで発生し、やがてデモは ブルガリアの政治改革全般への要求へと拡大していった。ブルガリア共産党の指導部の一部は切迫した変革の必要性を認識し、これに迅速に反応した。1989年11月10日、老いたジフコフは職を割れ、代わって外省のペータル村でのフが国家元首となった。この応急的な対処によって共産党政権はわずかの延命と 革命阻止に成功した。1990年2月、共産党は自発的に一党独裁体制を放棄し、党名をブルガリア社会党と改めた。同年6月には1931年以降初となる自由選挙が行われ、ブルガリアは複数政党制への移行を果たした。同年11月、国名はブルガリア共和国と改められた。アソシエーションフォ n アジアン リサーチセプテンバー21-2003ザ・ダイナミック・オブ・リプレッションザ・グローバル・インパクト・オブ・ザ・スターリニスト・モデル1944-1953バイ・ドクター・バラーシュ・ソロンタイありがとうございます